よし、やっていきましょう。クトゥルフ神話 RPG 水晶の呼び声ということで、前回の最後に、まあ、ちょっと姫子とも過ごしてみてみたいなこと言ったんですけど、これって確かさ、あの事務所でさ、あの特別な関係の子がいる状態で別の女の子と一日過ごそうとするとダメみたいなことなかったっけ。ちょっと待って、これ姫子もダメなのかな。え、待って、てか姫子ってまずさ、大前提として攻略対象なのか。ちょっとそこを俺詳しく分かんないんだけどさ、ってことだったらさ、ちょっと堂々と浮気することになっちゃうんだけど。いやでも大丈夫だよな。ちょっと待って、一回試してみていい？ちょっと一回試してみていい？一旦セーブ入れたと思うけど、ちょっと待って。一旦やってみて。好奇心が。俺の中の好奇心が。あ、いける、いけるね。適当に遊ぶ。おお、これ大丈夫そうだね。ちょっと待って。さ、ヘルプか。ヘルプの中の、違うな、ここじゃない。仲間とお出かけ。特別な関係の人がいれば他の人を事務所の中で誘うと。別に何もなかったよね。ああ、なるほど、その手があんのか。いやでもなんか別に何もなかったよね。そんな何もなかったよね。愛ちゃんかわいい。魔物ってどこにでもいるのかな。急にどうした。魔物ってどこにでもいるのかな。あんなのがどこにでもいたらやばい。どこにいても守る。全部やっつける。共存して。どうなんだろうな。なんか、これくっさいセリフ言ってもなんかさ、はいはい、頑張ってね、みたいなさ、よろしくね、みたいな感じで、なんかすげえ流されそうな気がするんだけど。俺だんだんエリの性格分かってきたよ。全部やっつける。共存したい。これなんか意外とこういう選択肢。あんなの姫ちゃんだけでいい。姫子かわいい。姫子養いたい。子供欲しい。子供欲しい。気が早い。育てるの大変そう。ちゃんと手伝ってよ。あ、まあ、一応そこまで見据えてるんだ。もちろん。よろしい。会話、だいぶ生々しい会話になったな。おう。今日はね、攻撃あげよう。ドゥイン。もう多分普通の話題はないよね。夜の寝る前のやつだよね。だよね。よし。とまずは、まあいつも通りトレーニングに付き合って。よし。賢さかな。ちょっと黄色飽きた。何色にしよう。緑の気分。よし。こいつの色は、こいつの体の色は俺の気分によって変化していきます。今間に合っただろうがよ。いけるね。ちょっと待ってね。どうしよっか、これは。海底診断行ってみるの、マイカ。いや、まと。とりあえずまと。とりあえずな。カラサマさん、ちょっと運転頼む。一旦乗るでしょう。買い物通りで、ちなみに2人きりだとどういう会話になる？ここの2人、男2人。ちなみにこの男2人での会話初めて。今日はどのように動きましょうか？あー、なるほど。必然的にそっか、こういう会話の流れになるのか。んー、なるほど。んー、ジュースエール入荷していく。1本しかない。
だ買っとく、でも。でも買っておく。よし。入荷の流れがちょっと分かってきた。2日経ったら1個入荷する感じかな？多分そういう感じだと思う。何しようとしたんだっけ？あー、そうだ。そうだ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 。っていうかあれだ、なんか持ってってあげないと。もうな、水でいっか。水でいいや。水ね、2本くらい買っとけ。子供の見舞いではないんだよな、水持ってくってな。なんか、どうせだったらなんかジュースとかの方がいいんだけど、今ジュースね、ちょっと枯渇してて、酸もね、回復させてこの状況で。ちょっと待って待って待って、今なってた、今なってた、おいおいおい、お兄ちゃんと言い始めたぞ、おい、この子。おいおいおい、やめてくれ。ただでさえ俺現実で妹欲しいと思ってる状況で、このお兄ちゃんはなかなか響くよ。お兄ちゃんがいいものをあげよう。水だよ。ありがとう、後で飲むね。めっちゃ懐いてくれてる。これは来たくなるわ。これは来たくなるわ。いや、素晴らしいね。この好感度システムというものは素晴らしいわ。ちゃんと自分がこの積み重ねてきたものが無駄じゃないというものを、この今の一言で全て表してくれた。一応自由行動、一応なちょっと事務所の中でさっさとまずいかもしれないから。俺やってることが完全に浮気なんだよな。浮気してる男の動きなんだよな。話す。お前金持ってるか。それな、あれなんだよね、中学か高校の時のあのゲーセン誘う時の野郎のセリフなんだよな。まあ、一応付き合ってやるよ。お前のイベント楽しみだわ。またこいつかよ。あー、お前ガチャ回してんのか。このシークレットってやつだ。なんか親父に似ててな。タコかなんか。エリにもらった金がなくなっちまった。ちょっと落ち着こう。出るまで付き合おう。コンプリートするしかねえよな。あ、そうなんだ。あくまで親父狙いなの。こいつ何回回してんだ。タコおめでとう。いいなお魚いっぱい。あ、そっちなんだ。欲しいのか。うん、じゃあこれ全部やるよ。親父はやらねえけどな。ほんと？あ、いいぜ、全部持ってけ。ゴミが片付いた。やめなさい、お前。心で思っててもそれを口に出すな。え？そんなんだろうと思った。感動回生。あ？これ実際に金減ってんのかな？その後も店を連れ回され、気になるものを見つけて金をせびられた。最後は飽きたと言って姿を消し、後には軽くなった財布だけが残った。よし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 。ちょ、酸がね、慢性的に減ってるんで。金ってどこで見んだっけ。減ってるのか、これは。減ってないのか、わかんねえわ。ちょよくわかんないです。さあ、寝る前の SNS タイム。今何してる。集会あと何週、もう終わる。さすが何週した。会話がリアルなんだよな。やばい、知ってる。これ淡々と進んでいく感じね、嫌いじゃないよ。賢さ上げようぜ。あのね、なんかあっちの会話も気になるんだよな。
あのさ、なんだっけ、もう一個さ、愛ちゃん可愛いみたいな感じのさ会話の内容があったんだよな。それがすごく気になる。もうあの会話できねえのかな。まあいいや。よし、今日もトレーニングするぞ。ジュイーン。素早さかな、上がりそうなのは。だいぶ強くなってきたね。よし、行くか。雨降ってる、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 雨降ってる。おい、雨降ってるぞ、雨降ってるぞ。おい、お前らラーメンを食っ、来いに行くぞ。雨が降ってる時はカッパ狙いのラーメンだぞ。これはもう鉄則。ということで経験値稼ぎ行ってきます。出た、今何してる。お、正直このラインがいっちゃん嫌いだけどな。まさか俺が聞く側に回るとは。テレビ何見てる、アプリは何見てる。なんか笑え。また明日、おやすみ。いいわこの関係性、悪くない。もうすぐ終わるこの関係性、いいわ。よし、やろうぜトレーニング。まあ結構なんか戦闘面でも使えそうだから、そろそろ召喚して前線にね、こう本格的に立ってもらうっていうのもありかもしんない。でね、ちょっとね、一回神殿様子見て行ってみようかなと思うんですけど、どう思います、どう思いますっていうか、まあ行くんですけど。はい。ただエリと会えるのが平日なんで、まあちょっと木金とこの2日間はまあなんかできるだけのことをやって、土日のどっちかでまあちょっと神殿乗り込んでみようかなと思うんですけど、というかそれで行きます、その予定で行きます。よし、ジュイン。お、マックスまでいったね。24が上限か。ブラックかっこいいじゃん。ブラックやろうぜ、ブラック。お、かっこいい。じゃあお前召喚したらブラックの状態で来てね。その色で来てね、よろしく。今日は雨降ってない、晴天ですね。いや晴天かどうかは知らん。そのレベルがね30に上がったんですよ。でどうやら30が、まあこのゲームにおけるマックス、レベルマックスらしいんで、まあ、これ以上は上がんないんですけど、まあとりあえずいつもの見舞い行ってって感じかな。はい。何持っていこう。よし。あ、違う。なんか入荷してないかな。一応ね、西の森行った帰りとかはね、たこ焼きとか買って、それを愛ちゃんにあげるようにしてるんですけど。あー、ジュースでいいんじゃない、在庫1か。まあ、水でいくか、じゃあ。じゃあ、水でいいや。正直、ジュースと水だったら、それで、なんか、上がる好感度に差があるってなったら俺は喜んでジュースを差し出すけど、そこ特に変化ないんだったら、まあコスパ的な面を考えて、ちょっと子供相手に大人げないなとは思うんですけど、水を与えたいなと。お兄ちゃんだってよ、水あげちゃうわ。どうした、休んでな。というか大丈夫、6月20日。結構ギリギリまで粘れるかもしれない。よし、で13時か。やること微妙なんだよな。どうしよう。カラスマと、解散。一旦解散ね。
で、まあ、たまにはね、リフレッシュもしなきゃいけないと思うんで。あー、もうね、あれなんだ、2回目以降はカットなんだ。ただやっぱさ、連れ込むとね夜の行動取れなくなるっていうのがまあちょっとあれなんだけど、そこがまあネックではある。なんとかカンストしたいね。ちょ、頑張ろうぜ。テケリー頑張れよ。ここまで来るとまああんま上がらなくはなってくる。さて、今日はまあ、剣術でも教わりに行くか。なんか凛太郎がね、凛太郎の武器が確か、ちゃう、仲間の、違う、持ち物。違う、なんかいつもこれ間違うんだよね。そうそう、プロトタイプウェポンと子たちが両方剣術なんで、まあ、ちょ、剣術を鍛えたいと。で、今、凛太郎が剣術が2か。まあ最低でも3か4ぐらいは欲しいんで、まあまあ凛太郎連れてく。でせっかくに石の森行くんで、まあたこ焼きやら何やらも買ってこよう。で最近気づいたんだけど、あのたこ焼きとかも一応あれなんですよね、経験値アップアイテムではあるんですよ。なんでまあ雨の日が来た時にそのたこ焼きと一緒にラーメンを食うと、まあ合計 30% 経験値アップっていう結構すごい効果になるんで、まあある時は買っといた方がいい。一応雨の日用でね。あ、違う、今喋ってたら自然とラーメン屋に入ってしまった。自然と足が、あ、全部買います。よし、のうち1個はまあ愛ちゃんへのお土産ということで。で今日はちょっと待って待って、違う、車こうか。ジュイーン、じゃあ修行に来ました。そう、4時間なんだよね。これがなかなか時間食うというか、まあこれしゃあない、これしゃあない。行きましょう、剣術。もっぺんいけない？もっぺん。よし、来た。起きた。そう、凛太郎がね主に上がってほしかったから、これはありがたい。はい、オッケー、よし帰ろう、だいぶあたり暗くなったけど、まあいいでしょう。でまあこれで東区行って戻ってきて、あ、ゴミ拾いはね最近あんまやらなくなりましたね。今金曜か、行ってる時間あるかな。15分だからまあいけなくもない。一応引き渡すか、そろそろ。そんな溜まってっかな。なんかね最近あんま積極的に拾ってないんだよね、前ほど。結構ギリギリの時間だな。ゴミ引き取って645、あんま拾ってないからそんなに増えてない。845ポイント。間に合うか。よっしゃ、ぶね。ギリチョンセーフ。で、木材が売ってるから買っていくと。よし。じゃあ帰ろう。帰りましょう。
すげえ事務的な会話だった。野郎二人だったここまで事務的な会話になるのか。あ、SNS。 簡潔になってきた。おやすみ、おやすみ。だんだんあのシステム的にもうないんだろうな多分な。夜会話あるみたいな感じにはなっていくけど、もう多分これ以上増えることはないでしょ。ここまでこの事務的な会話になっちまうと、おやすみおやすみだもんな。まあ、何も LINE をしなくなるっていうよりかはマシなのかね。どうなんだろう。素早さ上げてこうぜ。さあ土曜になった。ちょっと今日ね神殿行きたいんだよね、できれば。よし。あ、ちょっと待って、羽衣大福そろそろ。どう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 、買えるときに買っとかないと。あ、買える。よし、オッケー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 。羽衣大福マジでね有能すぎ。雨降ってる、どうしよう。今日レベルアップするか、ちょっとね。いやーすごく迷いどころ。まあ、日曜でもいいから明日でもいいな。じゃあ明日進展乗り込もう。で今日はねステータス違う。全員分見れないの。あ、見れる見れる。そうそうそう。リンダロが26の3000。まあ、カッパ一回買ってってところかな。レベル足りてないところはもう放置でいいと思うんだよな。カラスマさんとね、レイコさんはもう放置でいいと思う。最悪本当になんか戦った時のあの肉壁になっていただくっていう方針で、まあ、いいんじゃないでしょうかね。まあ、見舞いでも行くか、じゃあ。土日だとね、あの子いないんだよね。名前が覚えらんない。ほら、今日はね、たこ焼きを買ってきてあげた。一日経ってるけど、まあ気にしないでね。おそらくだけど、愛子ちゃんもね、好感度マックスまでいったら、まあ、何かしらの称号がもらえるんじゃないかなと踏んでるんで、ちょっとそこまではやりたいよね、ここまで来たから。ラーメン食ってレベルアップするか、レベルアップすっか、今日は。しゃあない。じゃあちょっと残りのメンツのレベルアップのために、ちょっと今日は頑張りたいと思います。はい。明日だね。日曜日になったらちょっと一旦神殿の様子を見に行こうと思います。あ、そうそうそう、これ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 。これ、あ、ランダムなのかな、ここでできる会話って。可愛すぎてやばい、なでなでしたい。彼氏作ったらどうする。埋める。やばい、怖い。ちょっともう一つの方の選択肢も見てみようか。これせっかくだから。なでなでしたい。ぎゅーってしたい。抱っこしたい。チューしたい。おやすみ。いいね。上がってきてるよ。追い打ち。なんかいろいろ覚えてんだよな。
あんま見てないんだけどさ、スキルさ結構上がってきてんだよ、テケリ。トレーニングやってで、セーブして、今日日曜だよな。よし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 。じゃあちょっと待って、この辺のね、この辺も一旦倉庫に持ってこう。わあ、今日も雨降ってる、もったいねえ。いやー、いや、さすがに今日はちょっと当初の予定通り行かしてもらう。まあ、アイテムの整理行こうか。お香、全員32っていうのは結構強いんだよ。まあ、パウダースプレーも必要、ジュースもまあ必要、たこ焼きもまあ、たこ焼きいるか、今はいらん、今はいらん。で、りんたろー、まあ、1個持っといてもいいと思うけど、さすがにこんな何個もいらんわ。あ、待って、ダメだ。まずは見舞いに行こう。まずは見舞いに行こう。これはもう本当にルールだから、まあ、とりあえずまずは事務所に来たらとりあえず見舞いに行くっていうのは、これもう鉄則だから。はい、よし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 。はーい、お兄ちゃんが来たよー。あれあ、しまっちゃったんだと。仕方ない、ジュースをあげよう。多分ね、俺が思うにはあと1回か2回ぐらいだと思うんだよね。結構数こなしてっから、裏で。ほら、どけ。こっちはな、世界を救おうとしてんだよ。貴様らの相手をしてる暇はない。木材、鉄くずは置いていく。取り出す。傷薬を、まあ、リンタロにも。ここはね、やっぱね、バランスよく持たせておくのがいいと思うんだよね。楓ちゃん一旦、羽衣大福強いから、そう、毒使ってくるかもしれないから、ブルーワクチンも持っといた方がいい。ブルーワクチン、カラスマさん持っといて。あと何が必要か。意外とこんなもんでいいんじゃないか。てか、あんだけ戦って体組織12しか集まってないんだ。50個って無理じゃね？どんだけ敵を狩らないといけねえんだ。んで、メンツはどうするかっつうと、まあ、ここでしょ。まあ、ここでしょ。あ、でも待って、ダメだ。これで神殿行くってやんないとダメか。行こうぜ、海底神殿。1日1回。あ、何、そんな何回も行けんの？今回お試しで行ってみて、やばそうだったらちょっともうちょっと準備を整えてみたいな感じで、今回様子見のつもりで行く、あれ予定だったんだけど、まあでも言うてレベル30になっちゃったしな。ちょっとじゃあ行くか。わお、あ、息できる、よかった。酸素があるのですね、少し心配してたんですが安心しました。怖っ。こいつ怖え。皆さん、相手はイニシエの神です。今までに経験したどの現象よりも強敵なはず。姫子さんと戦った時もそうでしたが、文字通り死ぬ気で挑みましょう。おっす。メガネの言う通り、ここには親父に仕えてた奴らが嫌がるからな、気をつけろよ。おい、顔パスはどうした？
仮にもね、クトゥルフの娘を、あ、ちょっと待って待って、やめてやめてやめて、お前は一人で行くなんてバカだろ。バカだろお前。お前らはバカか。はい。OK。これで行くぞ。うわー。お前ロケットダンアジトかよ。ロケットダンアジトじゃねえ、なんだっけ、玉虫ジムか。ジュン。うわー、飛ぶね。こんなん適当に。手前じゃないんだよ、こういうのって。だいたい手前じゃない。奥。こういうのはだいたい奥と相場が決まってる。よし。敵全然出てこないね。どこ行く？右。勘です。わお。まあそうだよな。ルルイエだから確かに、クトゥルフの使いの者たちがいるはず。うん、十分ですね。普通に十分だと思う。これだけ戦えりゃ十分でしょう。あ、アイテムか。さあ、急ごう。てんてんてん、てん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 。あ、体組織。かける3。ここ来れば結構集められるね、体組織ね。まあこんな感じの。ジュイーンと。お？進んでんのかね。まあでも進んでるくさいよね、これはな。なんかそんなに複雑な。わお。俺がね、スキル放って全体攻撃したところで、ね、大したダメージになんないんだよな。やっぱ物理で行くのが一番性に合ってると。さすがにまあ STR の問題は解決できないからね。あ、28。いいね。やっぱ STR17 と10いくつだっけ、13か。まあそれでも高いんだけどね。女の子で STR13 ってなかなかよ。こればっかりはでもどうしようもない問題だから、しょ、ちょっとダメージは負ってるけど、まあまだいける。いや、回復すっか。やべえ、さすがに敵の本拠地にいるのにまだいけるわ、怖すぎるわ。姫子か。ま、使えるときに使っとこうねっていう。お？これ結構進んでる臭くない？一旦、カバンか、メモ帳。これで使い切るね、一回。これ。奥に行くにはここで念じる必要がある。でも気をつけろよ。あいつらが見てるだろうからな。え？念じる。嫌な予感がする。あ、なるほどね。守ってるわけね、ここを。でも、クトゥルフではねえよな。誰だ、クトゥルフの使い。ダゴンだ。ということはあれだな。もう、今さ、左か右かルートかって左から来たんだよ。っていうことは右のルート、あれだね、ハイドラがいるね。神殿を汚すものは血族であろうと通すわけにいかん。いや、違うだろ。お前が守護すべき存在だろ。クティーラだぞ、お前こいつ。もうすっかりなんか人間の生活に馴染んでるけど。かりそめの精神葬らせていただく。それでいいの、お前。上司にぶっ殺されるぞ。父なるもの。まあもういいよ、ぶっ飛ばすまでよ。そういえばさ、なんかさ、これ暗黒の呪文やらなんやらなんかいろいろ覚えてんだけどさ、効果がようわからんのよね。特殊な力封印 MP433。 使いどころがわからん。
敵いたよ別の住人に喫茶絶対ボスキャラに効かないやつね、もう分かってるよってなったらまあ雷撃破壊ってでもさ、ちょ一回やってみるか。おいすくむなよ、おいすくむなバカ野郎。そうだ立ち上がれ、こんなところでひるんでる場合じゃねえんだよ。よし、姫子交代して一応入れ替えで交代姫子で凛太郎に合力っていう技があって、それでね攻撃を底上げしてくれるんだってよ。それをちょっとやりたい。まあしゃあない、やられたらライフで回復するっていう手段でいくんで、ねスキルこれだ、合力。仲間一人の攻撃を強くする MP7 消費、これが強い。だからこれを俺にやる。よし、これでいきます。でこれをさらに楓ちゃんにもやる。あやばい、スクビーはやばい、ちょっと酸というかストレスがまずいねこれはね。ちょっと待っとくか。ここは一旦お光沢、あアロマポットの方がいいか。ストレス3回復2回復で、カエルちゃんが一番やばいから、あちょっと待って待って待って、入れ替えよう入れ替えよう。交代で凛太郎とどうしよっか。カラスマさんあたりで行くか。お光沢、カエルちゃん攻撃でいいや。3攻撃はやめてくれこのターン。ちょっと一旦3魔力強さが元に戻ったバフが解かれた。てめえこの野郎、せっかくお前読んでるな、読んでるな、もういいよいいよ、そんなことするんだったらいいよ。雷撃やばくない、なんか構えてるって言ってた今。構えは絶対なんかやってくる。こんなお前ポケモンで散々見てきて、お前気合パンチかソーラービーム来るに決まってんじゃんお前。こんな全員防御、とっくに退職、強烈な一撃。よし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 、強烈な一撃で6ダメージ防御して6ダメージでしょ、なかなかよなこれな。まあしゃあない、ストレスはまあ最悪やばくなったらそれぞれ飲ませるって感じで、それまでは雷撃、もう攻めて攻めて攻めまくる。中で楓ちゃんを回復、楓ちゃんはまあとりあえず殴る。カラスマはまあ気合で耐えろお前は気合でどうにかしろ。攻撃やばい、すくむなよお前。あ倒した、いけたね。お一人しか上がんなかった何か落とした、なんだろう。太鼓の槍、太鼓の槍、攻撃プラス 11L 先制攻撃、力が強くなる。未知の金属で作られた古き時代の槍、攻撃が11上がる L サイズ特殊武器、力と呪文の威力が上がる。太鼓の槍ってさあ、違う、姫子が装備したのって、ああこれか。全体攻撃13、これはどうなんだ。太鼓の槍、特殊武器11上がる、力と呪文、
カラスマか、これは。微妙に困るんだよな、こういうのって。微妙に、あれなんだよ、持たせてるキャラに困るんだよな。あ、なるほどね。はいはい。じゃあ、次来た時に、じゃあ、ハイドラの相手しよう。今日のところは帰ろう。今日のところは帰りましょう。脱出！こんな感じだね。まあ、ちょっと、まあ、様子を見つつっていう、そんな感じで。で、ちょっとハート減ってるんで、早めに寝るか。あ、ちょっと。周回。頑張れ。おう。会話が本当に尽きた。ガチで会話が尽きた。あ、もう寝ようじゃ。寝ましょう。デルコは育つ。6日になりました。さて、まあなんかめぼしいことが起きるまでまたカットといきましょうかね。